ラブカス TV 川口学です。今日はシトロエンの C4 新型になったわけですけれども、今回ご紹介する車はですね、 eC4 ですね。ですのでピュアエレクトリックということで電気自動車になります。非常にユニークな1台ですけれども、こちらを内外装徹底チェック行ってみたいと思います。さあ早速シトロエンの新型 C4 チェックしていきたいと思います。まずはボディサイズからですけれども、全長は 4375mm、 そして全幅は 1800mm、 さらに前高は 1530mm、 そしてホイールベースは 2665mm という、非常にいいサイズのハッチバックということになるわけですけれども、もうこうしてご覧になっていただいてお分かりになりますように、非常にユニークなハイブリッドハッチバックなんですけれども、クーペというそんなスタイリッシュなボディを持っているのが特徴ということですよね。まあシトロエン毎回ですね、デザインは非常にユニークなアグレッシブなアバンギャルドなデザインを展開してくるわけですけれども、この C4 の場合も非常にこうスタイリッシュなクーペハッチバックに生まれ変わったというのがまず最大の特徴です。でこうして見ると SUV なんですけれども、ルーフラインがかなりこう弧を描いているのが特徴で、非常にこうスタイリッシュな感じが漂いますよね。だから SUV なんかに比べると前高は低いわけですけれども、実際にはですね、非常になんかこうハッチバッククーペ的な感じのですね、見栄えがしているというのが特徴になります。そしてまずは顔つきですけれども、もうここからね、本当に独創的ですよね。シトロエンのエンブレムが中央に入って、それがそのままですね、両サイドに伸びているあたりは、これ C5 エアクロスとかのあたりともまあ一緒ですけれども、で上の部分に LED のランプが2つ入って、そしてその下にランプユニットがこのように入っているわけですけれども、ここもなんかちょっと弾が出てきそうな、ビームが出てきそうな、レーザーが出てきそうな、そんなですね感じのライトユニットになっていて、でここにも白い LED 入ってますけど、おそらくこれがウィンカーと思われるシトロエン LED ビジョンというライトが備わっております。まあ、C5 エアクロスの場合当初ハロゲンだったのでちょっとびっくりしましたけれども、これはちゃんと LED のライトが入っているということですね。そしてその下にこのようにフォグランプが入っているわけですけれども、フォグランプ周りのこのベゼルを見ると、ここに青を使っているあたりがまあ電気自動車なんだろうなというところですね。そしてナンバープレートこの位置にあって、その下はレーダー関係のユニットが入っているという構成になっています。この顔独特だ。なんかね、ほんとちょっとシトロエンの顔つきって独特なものがあって、この好き嫌い分かれるところでありますけれども、ハマる人には相当ハマるデザインとも言えるわけですよね。でさらに横に回ってきますと、まあ、ボンネットの位置は結構だから高いんですよ。でこの辺り見てると通常の、まあ、ハッチバック系の車とそう変わらないかなっていう感じなんですけれども、そこから始まるルーフラインですね、これが非常に伸びやかです。このような感じでサイドから見るとかなり後ろに行くに従ってシュッと絞られているのが分かります。そしてサイドで目を引くのはこのドアの下のクラッティングに、まあ、シトロエンこのモチーフ使うの好きですけれども、ここも青く塗られていて、まあ、電気自動車のモデルですよということを示しているということになります。そして近寄っていきますと、ここに E のマークがありますけれども、これもエレクトリックですよという、そんな証ですね。でシトロエンのデザイン面白いのは、このような感じでラインを入れることによって、ちょっとこうえぐったような感じとか、あるいはですね、この辺りのホイールアーチの部分とか、こうちょっと線を入れることによってだいぶ造形を作り上げているなという感じですね。それはこの部分も同じですね。ドアの前の部分もこのようにえぐることによって奥行き感のあるパネルを創出しているという感じですね。そして何よりこのウィンドグラフィック、この辺りピラーをブラックにして、ウィンドウそのものは浮いてる感じにして、ルーフはこのようにフローティング処理をしているということで、このクォーターからずっとですね、黒いパーツをそのままスポイラーにつなげることによって、ルーフがこのようにフローティングしているようなクーペフォルムを作り上げているということになるわけですね。で装着タイヤですけれども、こちらミシュランのタイヤなんですが、面白いのはE プライマシーという電気自動車専用のプライマシーということになります。でサイズは195の 60R18 ということになりまして、ホイールはですね、このように4本のスポークから分割された、このように2本ずつ出ている8本のタイプになっていて、切削されていて内側がブラックになっているという、そんな組み合わせになっております。
さあ、そしてこのようにウィンドグラフィックがスーッとルーフをフローティングさせるようなデザインになっていて、そこで受けるのがこのフロントと同じように、これもまた凝ってるなーっていうテールレンズの造形ですよね。一番上はウィングの部分があって、そこからちょっとこう派生するようにラインが出てきて、さらにそこから斜め下にランプが入るということで、真後ろから見るとこんな感じでめちゃくちゃ個性的な見た目になっております。ランプとランプの間ブラックアウトしてることによって、やっぱこう後ろから見ても全体的にルーフがこうフローティングしてるような感覚というのがやっぱりありますよね。なのでこの辺りのクォーターから見ると相当に個性的だなっていうところありますし、後ろから見た瞬間にこうシトロエンだなってもう分かる、そんなデザインになっています。で近づいてみますと、ここ要は LED 入っていて、こっちも LED 入ってて、でウインカーとかここに入ってると思うんですけれども、この部分になんかこうスリットが入っていてデザインされてるわけですよね。そしてこれが黒のガーニッシュになっていると、そんな構成になっています。そして左側にシトロエンのロゴがあって、右側に EC4 のロゴが入るということになります。さらにバンパーレベル、このように見るとブラックアウトされていて、樹脂がほとんどを占めますが、一番下はこのようにグロスブラックのバックホグが入っていて、両脇にはこのまたスリットの入ったパーツが入っているんですけども、こうやって遠くで見るとマフラーが入る場所だろうなっていう感じがしますよね。まあ、この車ディーゼルエンジン搭載モデルもありますし、本国ではガソリンエンジン搭載モデルもあるので、まあ、そういった部分での共用をですねしているところと言えるものになっております。もう一度改めましてぐるりとリアからの眺めを見ますと、このような感じでかなり個性的な、いいですね。これ絶対人と被らないっていう感じがね、やっぱりシトロエンだなっていうところがあります。そして僕が気になったのはこのアンテナです。最近このアンテナを見たことがないので、逆にですね新鮮な感じがしますし、 EV にこういう系のアンテナがついているとなんかラジコン的に動くんじゃないかというような、そんなイメージもですねしてしまうものですね。これはねちょっと面白いですね。非常に個性的なエクステリアということになります。ではボンネットをちょっと開けてみたいと思います。はい、ボンネットを開けますと当然このようにエンジンルームの中にはモーターが備わっているということですね。まあでもうまく置き換えてるなっていう感じですよね。 CMP プラットフォームなので基本的にはですねコンパクトモデル系のプラットフォームですけれども、電動対応もしたプラットフォームというのはプジョ208なんかもそうですけれども同じようなですね構成になってますので、この C4 でも全く違和感なく収まるように作られているということですね。で搭載されるモーターですけれども、これ最高出力は136馬力5500回転から発生して、最大トルクはですね260ニュートン、これを300回転から3674回転というですね幅広いバンドで発生するということになります。そしてバッテリーはですねリチウムイオン電池が床下に敷き詰められていて、これですね電費は WLTC モードで 140Wh パーキロということになります。まあ、ちょっとね想像しにくい電費ではありますけれども、で一充電の走行距離がですねこれが WLTC モードで405キロということになります。で当然フロントに乗っかったモーターで前輪を駆動する FF レイアウトということになるわけですね。そして給電ポートですけれども、給電ポートこちらにですね急速充電と普通充電のポートが両方一緒に収められているということですね。リアについているということなので、まあ、このあたり普通の車とやっぱり変わらない、ここがですね給油キャップがある場所でしょうから、そういう意味ではまあ家に置いた時もですね、まあ、鼻から充電しなきゃいけない車が結構不便だという話もあったりするので、この位置はやっぱり正解なのかなというところですね。さあそしてインテリアをチェックしたいと思います。ほい、開けますと、いやーもうね独創的ですよ本当に。シトロエンだなーっていう雰囲気がすごく漂ってますね。まず開けたところ、この青のですねパネルが非常に印象的です。まあこれは EV だからこそのパネルでしょうね。でこういったところはまあそんなに柔らかくない、ちょっとだけソフトなパッドが入っていて、ここはですね表面がソフトな感じになってますね。でここはハードプラかな。まあこの辺りはやっぱフランス車だなという感じで割り切りを感じる部分ですね。で一方でデザインはやっぱユニークで、シトロエンならではのですねこのハンドルも、これ日本スポークに見えますけど、実はこの部分このようにスポークになっているというか板状になっている、グロスブラックが塗られたパーツになっているわけですね。でメーターがこのように液晶で入っていて、その上にナセルがついていて、
まあ、この真ん中のですね、モニターがかなり大きな 12.3 インチのサイズになっているのが特徴ということですね。それとシートですけれども、まあ、シトロエンのシートはいつも座り心地がね、いいというのが定評のあるところですけれども、今回のシートも形状自体は本当にオーソドックスな形状ですけれども、座り心地はいいだろうなというところですね。しかもこのようにちょっとこうテクスチャーが入っていてアクセントになっているということで、このカラーの場合はブラックでシルバーステッチなので、そんなに派手な感じというのはないですね。では乗り込んでみたいと思います。はい、乗り込んでみますとこのように、まあ、最近の車のデザインだなという感じですね。シトロエンのロゴが点灯しました。スタート&ストップはこっち、ここでございます。エンジンスタートストップとあるのは、まあ内燃機関も併用してるからでしょうね、これね。ほい、あっさりとこのように起動します。そしてヘッドアップディスプレイはこのようにパネルに映し込むタイプのものですね。でメーターはカラーの液晶なんですけども、まあちょっとちっちゃいなっていうのが正直なところですね。これはこのですね、ワイパーレバーの先っちょのボタンを押すことによってこのように表示がいろいろと出せるということですね。非常にシンプルな感じのものになっております。さらにウインカーレバーの方の先端を押すとこのように最小コンピュータードライブとありますけれども、このように出てきて押すことによってどんどん変わっていくんだ、切り替わっていくわけですね。まああっさりしてます。電気自動車っていう感じはあまりしないというそんな感じです。でハンドルは右側がボリュームとかですね、このこちら側のナビ関係のスイッチ、逆なんですね。こっち側のボタンがナビ関係のスイッチになっているということですね。さらに左側がアダプティブクルーズコントロール関係なんですけれども、ようやく普通の位置に来たと。今まではね、PSA 系はここにあって裏側にもボタンがあって分かりづらいものでしたけれども、通常のですねものになったということでございます。で 12.3 インチの液晶ディスプレイがあって、でさらにホームボタンなどがここにあってこのような感じで、こう EV っぽい感じがあんまりしないですね、こうやって見るとね。まあいろいろとこのような感じに見えます。でエアコンの吹き出し口があって、その下にエアコンの操作スイッチは物理スイッチになってます。さらに置くだけ充電の地位があって、 USB の A と C が両方あるという、このあたりはね他の PSA 系と同じですね。そして下にトレイがあって、トレイは蓋付きになっていてこのように開きます。で 12V がそこにあります。でここがシフト周り、ちょっとした小物入れがあるんですけれども、まあ鍵とか置いておくところでしょうね。でパーキングはボタン式になっていて、それ以外はこのレバーを送ることによって切り替えるということになります。でこれ B モードは押すということですね。ちょっとこれちっちゃい感じですけれども、でさらにこれドライブモードの切り替えということで、ドライブモードを切り替えるとこのようにスポーツ、ノーマル、エコ、3種類ですね、このように切り替わるということになります。その後ろのこの電気スイッチは何だろう、あこれで充電のマネジメントをするボタンですね。それがここにあって、電動パーキングブレーキがあると。でここを開けると縦型のカップホルダーになっているということで、キーはこちらでございます。漢字のキーでございます。でその後ろ開けると、はい、このように小物入れになっているということですね。クーペボディでルーフはこう描いてましたけれども、このような感じで天井はまあ普通にスペースあります。ここもね意外に迫ってきてないです。しかもアイボリーなんでそんな邪魔してないなっていう感じがしますね。この辺りは意外にスペースあるなっていう感じですね。でミラーは普通の縁ありタイプ。それとバイザーですけれども、このかなり横長のバイザーなのが特徴ですね。ここカードホルダーになっていて、開けると両脇に LED のうっすらとしたランプがつくということで、この長さがかなり長いです。でここがランプ類ですけれども、このように LED のランプになってますね。でこの車の場合は、はい、サンルーフついてますので、開けますと、お結構、おそうでもないか、前半部分だけ開くタイプということになります。で閉めますと、このようにシェードかけなければ、はい、グラスルーフとしても機能しているということですね。ちなみに助手席の前この部分に、はい、押すと、これ何、え謎、これ袋を引っ掛けたりするものかな、ちょっと謎ポイントです。はい、これはなんか後で調べます。でここ押すと、お、あここは、はい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 、このようにトレーになってるわけですね。でさらにその下にグローブボックスがあるという三段式になっております。あ、このエアコンの吹き出しがひし形でちょっと可愛いですね。はい、というわけでこのような感じになります。じゃあリアシートチェックしたいと思います。さあリアシート開けますと、このようにフロントと同じ柄のシートになっております。ちょっと背もたれ小さそうだな。では乗ってみましょう。はい、このように乗るとまず
グラスルーフがこのような感じで、若干開放感あるなという感じですね。そしてセンターコンソールの後ろがエアコンの吹き出し口と USB の A が2つあるということで、さあ乗り込みますとこんな感じで、ちゃんと今シート一番下にしてあるんですけれども、つま先が入るというところは偉いですね。そして膝前は拳 1,2,3 3つ分ぐらいありますね。身長168センチの僕がドライビングポジションを取った状態で拳3つ分、ここはえぐられているのでかなり距離があります。でつま先も入るし、まあ、このシートレールもそんなに規制してないので意外に座れるぞっていう感じがありますね。で座面は、はい、このような感じでちょっと短め、このサイズだとやっぱちょっと短めかなっていうところですよね。これ致し方ない部分。 EV なのにセンタートンネルあるのは内燃機関のモデルも存在するからということで、このあたりしょうがないですね。でさらに背もたれですけれども、僕の肩よりちょっと上ぐらいの位置にある背もたれになっています。先ほど外から見ていただいたようにかなりクーペスタイルな感じだったんですけれども、実際には拳1個入るので、まあ、そこそこスペースあるかなという感じですね。で窓を開けますとまだちょっと残りますけれども、はい、このような感じで残りはしますけれども、まあそんなに問題ないかなという感じで、あ、ここがちょっとね迫ってきてる感じは少しありますね。なので、まあ、前方からこのルーフのラインが迫ってきてる感じはするものの、上は拳1個ぐらいは入るということになります。ですが、まあ、シートとしてはそんなにたっぷりしたシートではないので、まあ、長い距離だとちょっと疲れるかなという感じはありますね。とはいえ足元は優秀でございます。そしてこのようにアームレストは小物入れとカップホルダーが両用されているということで、さらにこれ、はい、このようにセンターが開くので長尺物も対応してますということですが、これはヘッドレストを下げてると開かないんですね。はい、このような感じになっております。ではラゲッジを行ってみたいと思います。さあラゲッジですけれども、こちらは電動のテールゲートではないですね。通常のテールゲートです。電動であってほしかったですけれども、このような感じでフラットでスクエアな荷室があります。ここ開けると電源が入ってますけれども、コード類がこのように収められるスペースがえぐってあるわけですね。でちなみにこの板はこのような感じで固定することもできると。さらに滑らせて、はい、下の方に下げることもできるということで、下げるとまあ5センチぐらい下がるかな、5センチ、いや3センチぐらいかな、はい、下に下がるという使い方もできます。でトノカバーを外して、はい、こちらのレバーを引いて倒す、こちらのレバーを押して、はい、倒すということで、これでフラットな荷室が出来上がるということになります。まあ、両サイドのスペースそんなにないですけれども、フラットで奥行きが結構取れるので、まあ、自転車はそうだな、ロードバイクだと S サイズだったらそのまま行けそうだけど、ちょっと厳しいかもしれないですね。とはいえ、まあ、日常仕様では十分なラゲッジスペースを持っているというのは間違いないところですね。という感じでございます。はい、というわけで今回はシトロエンの新型 C4、 その電気自動車モデルである E4、 こちらをチェックしてきました。これね、やはり個性的な1台で、でも中はやっぱり使いやすいっていうところはフランス車らしい部分かなというところですね。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV で取り上げてほしい車企画ございましたら、コメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価を回してよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。